はい、配信始まりました。エクスランバトですね、現在の試合中ですが、コメントもすでに2ついただいておりますが、映像ゲームマイクなどいかがでしょうか。大丈夫です、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、マイク変えますね。マイク2本あるので。マイク2本目です。こちら含めてどうでしょう。大丈夫であればリアクションいただけると嬉しいです。ぐるぐる回して OK です、ありがとうございます。というわけで、すぐすぐ大会やるわけではないですが、ちょっとゆるーくやっていきたいと思います。かける5を3日後に控えてって感じですかね。先生の方もちらほらいらっしゃって、開催店の方もいらっしゃいますので、いつもね、スランバと等はまたちょっと違ったメンバーになりそうです。普段はハゲさんの回してる感じですが、本日は木曜開催ということで、私大変やっております。なんか普段と違うとこあったら教えてください。ちょっと都合が一部分かってないとこもあったりすると思いますけど、まあ、配信大丈夫なら大丈夫だと思いますけど。じゃあ本日は小山は X8 セットをご用意して皆様お待ちしております。というわけで、しばらく味合いを移す感じにはなるかなとは思っております。合わせて店内の方に、引き続きのご案内です。現在、X ランバトのエントリーを、カウンターにて行っております。味合いの合間に、受付の方こちら来て、カウンターの方来ていただいて、まず大会参加者の方は受付済ませていただければと思います。ちょっと緩めにやっていく予定ではございますので、ランバト多分いつもより多いんじゃねえかなと思います。明らかにいつも見ない人がいます。いつもの人じゃない人もいます。結構僕でも分かる遠征勢の方がちょこちょこいらっしゃるので、メンバーは濃そうです。名古屋のパルコマブさん、はい、そうですね、現在配信台に映っていらっしゃいます。すげえなこの戦い。歴史歴史すごいゲームですよこのゲーム。暗い投げ。大変バーサスおじさんまだじゃあお祝ってくださいよ何もないですよそれ。僕もちょっと X 最近触ってはいるんですけど、とにかくね、なんかどうしようもないところが多い。普段サードやってるからっていうのはありますけど、なかなかね、う
ごまかしが効かないといえばいいのかな。いろいろと厳しい、いろんなの、なんか入力制度とかもそうだし、サードリートもこのキャラ強いですよ、絶対強いと思いますよ。サードの投げキャラ不遇ですからね、基本的に。そもそもゼロフレの投げっていうのは、感覚的になかなか、ゼロフレっていやいの、要は。投げのその性質がね、全然違うのが。やっぱりでもすごいですよね、あの土曜日、5日の土曜日か、日曜日か5日の日曜日に、デイトナ式にて、かける X5 の大会、こちら行われるということですが、当日予選とかいると200とか行くっていう話でした。この事前エントリーが34チーム170人、ほほほほほ、すげえ。データが広いからいいですけどね、なかなか200人規模の大会って珍しいのね、ゲーセンで行うには。そういうのも含めて楽しみですね。でも200だとさすがに満員だと思いますね。広いんですけど200は、大山でだいたい150はできないですね。大山が100でちょうどいいっつったら変ですけど、200はもう絶対無理です。入れ替え制になりますね。大山で武器ってよく考えたらダメです、ね、僕はダメです。通知の方でもこんばんはといただいてますね。ありがとうございます。
すいません21時スタートぐらいを目安にできればと思ってます。だいたいゆるい感じです。まあいつもよりちょっと早めにじゃないですが、いつももうちょいラフな感じ。まあ10時ぐらいからやってるのかな。なんでしょうね、ちょっと遅れるかもっていうエントリーの方もいらっしゃって、お話をいただけるので、その方とかっていうのは待とうかなと思ってます。今日は年金税の方が来てる。年金税って誰かって言ってるけど、年金税ですね。
はい、サイドのご案内です。現在カウンターにて、X ランバットの受付を開始しております。皆さん大体エントリーは済ませていただいたかなと思いますが、一応9時目安にやろうかなと、大会はやろうかなと思います。大体皆様いただいてるかなと思いますが、なんか遅れてくるかなっていう方とかいらっしゃれば、事前にお話いただいておけば、こちらでフォローできるかと思いますので、何かその手のお話があればご相談ください。現在16人かな、まあ、多分プラスアルファいそうですが、というわけで何かございましたらご相談いただければと思います。ということで、もうちょっとごめんなさい、ちょっと早めに配信始めましたが、引き続き、よろしくお願いしますですね。の試合をお楽しみください。Oh!
すみません、ちょっとですね、海外勢の方で、遅れ目の方がいるということで、ちょっと早朝を待っております。ご了承ください。21時には始められる、ぐらいのノリでいこうと思います。はい、ということで、すいませんが、もうしばらくお待ちください。はい、ごめんなさい、まだちょっとスタートしておりません。ハイガジがちょっとね、ちょっと遅れ目で来るということで、ちょっとそちらを待ってやっていこうと思ってます。ごめんなさいね、まあ、かける前ということで、先生多数いらっしゃってます。せっかくですので、ちょっと時間を、待ってやろうかなと思ってますので、ご了承ください。すみません。
Round 2!
ああ。はい、9時まであと15分となりました。これで一応店内へのアナウンスは最終にしたいかなと思います。現在、大会 NBC ランバと X ランバとの、大会エントリー受付を行っておりますので、まだエントリーお済みでないという方は受付の方にお越しください。現在、20名オーバーのご参加いただいております。こちらで最終コールにしたいと思います。もうちょっとしたら、大会形式とか、組み合わせなどなどやっていきたいので、もう少々お待ちください。の試合は引き続き、バルログをお楽しみ、の試合というか配信ご覧の方は、引き続きバルログをお楽しみください。1時間ずーっとバルログ映ってるからね。ちょっと視聴者の方はごめんなさい。本当に開幕1時間ちょっと引っ張っちゃってますが、あとすいません、カウンターにですね、昨日のサード勢が、持ってきたお土産が残ってるので、よければ早いもん勝ちで持ってってください。Dude!
はい、それでは10分前となりました。ぼちぼち進めていこうかなと思います。現在参加者が25ぐらいぐらいですね。はい、あと、エントリーいただいて、参加費をいただいてない方は、できればいただきたいです。ここを赤バレってちょっとよくわかんないけど、もはや原型がないっすね、それ。本日木曜は、私、大平が、店舗スタッフでございますので、今日の X ランバドは、もろもろお手伝いしてます。現在26ぐらいになるかな、おそらく。はい、エントリー漏れが確認されました。もうで会場の皆さん大丈夫ですか？エントリー締め切りますよ。はい、大丈夫ですか？組み合わせ決まれちゃうともう参加できないですよ。
はい、それではですね、現在で締め切りました。26名いらっしゃるのでランダム通用にしたいと思います。13チームですね。シードが3つぐらいのイメージです。じゃあ組み合わせちょっと決めます。今からI'm in!
はい、お待たせしました。現在、組み合わせ抽選を行っております。本日26名ということで、ランダム2音の、13チームですね。ランダム2音の13チーム。今こちらで、組み合わせを決めております。ランダム抽選を行いましたので、ちょっと全員呼んでっていう感じだと、バタバタしちゃうとこもあり、抽選はこちらで済ませました。はい、もう間もなくですね。あと多分5分とかそこらぐらいでやろうかなと思いますのでお待ちください。どうもどうも。9時半まではいかないっす。今組み合わせを、トーナメントに書いてますので、それ終わったらですね。本日は、ランダム2音ということで、多分あと5分ぐらいでいけるんじゃないかなと思います。で、もう間もなく、まだ大丈夫ですが、配信台は間もなくストップしたいと思いますので、あんまりクレジット入れすぎないようにお願いします。
はい、本日の組み合わせ、決まりました。26人の、ランダム2音ということで組み合わせこちらで、乱数で決めさせていただきました。今張り出しましたので皆さんご覧くださいというわけでのじ合いをぼちぼちストップできればと思います。クレジット切れたところで止められればと思うので、とりあえずまず皆さん組み合わせをご覧ください。最初はトモさん、カオシムさん、バーサス、エンペラーさん、山本さんの組み合わせになります。お集まりください。はい、開幕が、トモさん、カオシムさん、バーサス、エンペラーさん、山本さんです。シードが3つある16チームトーナメントって感じですね。はい、皆様お集まりください。エンペラーさんでいいのかな、いらっしゃいますか。あ、じゃあ山本さんと。じゃあじゃんけんだけしといてもらって、ワンピーツーピーだけ決めてもらえば。キャラは固定、1キャラ固定です。最初に出した1キャラ固定です。はい、というわけですいません、配信筐体ちょっと設定戻し設定しますのでお待ちください。はい、では間もなくスタートとなります。じゃんけんは終わりましたか。はい、左からいきます。じゃんけんで 1P2P だけ選んでください。先方はスッと出してもらえれば大丈夫です。というわけで、もし X での方、どなたかマイク握る方がいらっしゃれば託したく思います。僕はさすがに X のこと喋れねえや。2on 2です。2on 2です。
できれば皆さん見ていただいて、自分の相方を見つけておいていただければ幸いです。一人は分かんない。俺話できないよ。だって俺そんな前から。いやいや、俺言っときますけど、昨日食べた晩ご飯とかそういう話しかできへんよ。あ。はい。どっちも入ってる。これオンにしたい。はい。ちょっと気持ちテンション上がる。ちょっと。最低やこの人。よくあの人。いやいや。いや。あ、大丈夫さ。福山さん。福山さん、これマイクで。これベタベタしないで大丈夫。これよくある。今ので緊張取れたわ。いや。あかんでしょ。これ話してていいんすかね。っていうかどういうルール？2人1組で、で最初じゃんけんで 1P2P。 さあ、今日の大山ニュートンは、2オントーナメント令和一発目、2人1組でトーナメントしていって最後に勝った方が優勝とです。じゃあ今日は杉ガエルさんと普通にやりますんで。あ、それできんの杉さん。いや、だから入ってるから。あ、入ってんの。いや、ちゃうねん、先方申告をいただいたら。先方申告、じゃあ、先方申告だけ、はい、もらいました。いや、ちゃう。あ、じゃあ俺いいわ。あ、じゃあお願いします。じゃあ行きます。さあ、それでは令和一発目、大山ニュートンランバト、2オン2トーナメント一発目、やっていきましょう。まずは、トモさん、川島さんチーム対エンペラーさん、山本さんチームから始めてください。今日のマイクは福山龍と杉浦で、あ、杉、何、杉さん、杉さんです。いや、杉ガエルでお願いします。杉でいいんですよね。何しろできんのマイク。1P 側が川島さんの楽しみと、 2P 側は山本さんのチュリー、ヨガファイヤーから打って、あ、杉さん、楽しみチュリーどうですかね。声が出てないですよ。俺、こっちが有利だ。令和もう始まってますよ。違う。いや、だって、楽しみだろ。あ、違うわ。どういうこと？あの、なんか三つどもえガエルがどうのこうの。じゃあ、そう、違うの。さあ、川島いくぞ。あれ、その違う。第9からの、まずは川島。え、あれ、何やったっけ、ガエルがチュリー。いつまで言うとんねん。チュンリーがなんかダブシブ2ってやつでしょ。さあ2本目が背中蹴り、山崎さんが取りるから、ここはガードだ。ドアファイヤー踏んで、山本溜まってるぞ。テレポからの、おっさんあるのか。あ、セーフと。いや、杉さんこれあるぞ、これだったら大金星。大金星、ほんとね。さあ、令和一発目から山本金星になるか。いや、大金星よ。いや、なんだろう。いや、勝ってほしいな。走っこ来てるぞ。様相客、投げて。あれ、様相客、おっさんあるぞ。多分ゲージが食べたいな、山本さん。来たぞ。あ、当てたら圏内だぞ。いや、すげえ。やっと山本。すげえ。放送客ってあのなんか下に切るキックするやつ。なんでマイク持とうと思うんだよ。いや、あんた。持っていって言うから。さあ、さあ、川島さんやめて。川島団長、2代目はトモさん。はい。リュウチュンリーね。本
年のせいやもんね。そうね、大変だけどね。うん、だって勝利出せたらあんな絶対最強やん。わあ、これは全ての月を今敵に回します。違うの。さあ試合に戻って山本、これ2立てあるのか。いや、これ OK、 当てたら死ぬぞ。アドケン波動からの、おすごい、うまいぞ。竜巻でうまく逃げたね。ああ、トモさん、これ来たな。波動、波動、波動、飛行剣はダメだぞ。おお山本リーチ。あれ大金星来てる。来てますよ、大山さんは。あ、いいの、ええ、うわ、何、おい、ちょっと来てるぞ。ピヨルぞ。ピヨルやぞ。いや、激安野郎。バカだバカだれ、山本。なんか、やっぱ、死なるぞ。投げ一発だぞ。いや、俺もよ、あれやるけどさ、あ、山本さん、ゆっくりゲージから行った方がいいねか。うん、いやいや、全然勝てるんじゃないの。シンク溜まってるぞ。オッケー、打ってチャンス完了。勝ちじゃない。いやー、これが当たんないんだな、このワイルドラジカード。ほらほら、うわっ、あー、あかんわ。どういうことか。あトモさん、おい、いやいや、これはモサ、モサ、いけ、おいジーバー、切るぞ。もう私、これしかないです。うわー、いや、これはおおあるのか。山本なんと山本のエンペラーチーム1回戦勝利。しかも2立て、ようやるね。今日 MVP 決まりました。お前、ええ、さあ1回戦第2試合がうねさん、真央さんチーム VS 中野さん、京次さんチームと。ここで練習試験やろうね。ね、これはどうですかね、静香さん。キャリが分かんない。ガイル・バルログ VS、 あ、そうか、バルログダウンシムと、ちょっと中野さんがちょっと読めないですね。中野さんは、はい、ちょっとマルチプレイヤーなのでね、ホンダもあればダウンシムもあれば剣もありますので。あ、じゃあね、相手に合わせて、そう、そういうこと。そう、だ、申告、申告だけお願いしますよ。申告だけ僕行きます。だけでは別に決めてください。申告は最初に出る人がそれぞれ言えばいいってこと、うん、そういうこと。で、そこに2人目がかぶせていって最後最終戦になると。じゃあ中野さん、この場合2人目出た方がいい。そうね、もしくは1人目で言う必要はないからね、うん、仮に一発目をマーさんで呼んで、さっき中野さんで言ったってもいいですね。いやー、それ裏確定、うん、そういうこと。どっちがいいんやろ。はい、さあ 1P 側が、 2P 側が、京さんで、 1P 側が、無情の魔王。いきなり大魔王かよ。さあ京次、ああ、いいよ、いい、それでいくの？伊豆だ。二回目。バルログだ。バルログはマーさんですね。強じ、強じ。しかし切り刻まれていく。なるぞ。強じ、キャミ以外には負けないぞ。バルログ、伊豆だ。うまいな。これ。バルセナを吸っていき、死んだか。今日は粘ったんだが、魔王バル勝利。今からさあ、中野さんがホンダ、ホンダ対バルグなんだが、なんかいけそうなイメージあるけどね、ええ、スーパー百科、ああ、なるほど、ええ、おお、トレビューさん、ちょっとトレだ、マオさん、リジさあ、ローリングザイからの、やからないな、バルセルだ。中野本田徐々に寄ってるぞ。
おい、いやー、スギさん、これ伝え、ええ、やることないさ。ジャンクネット、ワンチャン来ないのか。うわー、魔王だったわ、魔王バルディレーション。さあ、次が、破天荒さん、杉さんチーム対、津村さん、マッキッキーさんでいいのかな、はい、あ、マッキーさん、すみません。山本さん、何の気まぐれで2連勝だったの。はい、はい、こんばんは、山本です。え、あれ、わざと負けてくれたんですか。山本ちゃんですか。いや、ね、多めに払ったのかな。よくわからないです、いつの間にか終わってました。いつの間にか終わってました、ありがとうございます。じゃあ次は、マッキリさん、津村さんチーム対破天荒さん、杉さんチームと。そうですね、ガイル流対ホーク剣ですね。いい組み合わせですね。いい組み合わせですね、手に汗を握る。さあ 1P2P 決めは終わってるみたいですね、さあこれはあと申告を待つだけでしょ。さあ、おそらくまあまあ杉さんからっぽいんだけど、裏書いた破天荒さんもあるな。次が、あ、いきます、ごめんなさい、誰が出るか、はい、申告は太平さんに、そうですね、太平さんですよね、はいはい。ああ、なんか一人行こうってますね。はいはい、テンポ決まりましたね。はい、待ってください。じゃあマキリさん VS 杉さんだけど、ガイルとは限らないよ。おっと、で出しましたね、例のやつ。まだ取ってないじゃん、例のやつ。ノーミス1秒。ああ、これ気持ちここまで入ってるからね。俺が噂のノーミス1秒、あれキャプテンなんで、あれ、うね君は意味分かったんですかね。杉 S バイソン VS マキリケン。さあ、勝利を引っ掛けてくれ。これ何もできなくて終わる可能性あるな。いやいやいや、おっ、あるのか、からヘッド、昇竜拳、如意棒昇竜拳で膝ですね、膝大盤、竜巻。さあ、短波溜めてるはずだ。うわー、おっと、昇竜刺さる、マキリの台足、逆掛け弾。マキリさんだいぶメキメキですからね、最近ね。これ生手が投げくるぞ、昇竜2回から膝、おー、投げ返す、全部もらった、しかしダッシュストレート、ストレート、苦しいぞ、これは歩き投げ、マキリ勝利。さあ、破天荒さんですね。そうですね、竜、これキャラ固定じゃなかったんですね。これは一人目だけ死にまして、なるほど、プレイヤー、そう、最初に出したキャラが、なるほど、ってことですね、なるほど、なるほどです。そして、まあ、龍拳対決となって、ここは打ち合いになるよね。これはね、打ち合いだと龍なんですけどね。そうね、これでゲージが溜まっちゃうんだよね、龍がね、勝利、ダイヤ払い、いや、いい距離だな、しっかり歩き膝、勝利を見送る、負けきたか、波動あるのか、破天荒流ためない、そこを狙い、一歩大キックなんだよねと、踏ませたが、キックも届いている、どういうこと、ダイヤしばらいかの勝利が出てく、勝利、竜巻で中央で3段ピオルのか、いやー、ピオルなかった、波動バッキリはこっからでも来るぞ、勝利出ない、だいぶアドバンテージ、おっと、昇竜昇竜取り返す、返す、熱い戦いですね。そうですね、いい試合ですね、いい試合、はじめがちょっと注目なんで、はい、ちょっと、はいはいはい、ごめんなさい、放送事故です、そういうこと、放送事故、すいません、波動、はい、波動でね、この前半の打ち合い、操作させていく、一発ガードして、さあ、飛ばれて、勝利拠点だぞ、飛んで飛ばれて、台足真空までもうちょっとならなかった、勝利出た、さあ裏から、裏落ちから、うわ、うまいな、勝利、
投げるマーキリ剣勝利マーキリ勝利いや、今直投げだったね、今ね。やばい剣ですね、やば剣。あれ、これそうすると次は右行くん。はい、ウルトラマリオさんと金子さん、はい、バース。クレジンさんとハイジンさん、あ、ごめんなさい、シードか。ハイジンさん、ハイジンさんとクレジンチーム対、マジックミラーミラーゴーさん、長州さん、はい、福山さんの大好きなね、マジックミラー号ですよね。あれ違いました。あ、山本が大好きなやつです。すみません、間違えました。あ、まさか、困らせないで。あ、失礼しました。で、2人で乗ってみようっていう ね、 そういうことね、話ですよね。マジックミラー号、マオさん、マオさん、大魔王も好きなんで、ね、さすが、もうマオさんもね、入ってきてくれてありがたいです。はい、最近はあの彼氏の前でっていうのがあるからね。マジっすか、バカ野郎。え、そ、最近トント疎いん。あ、そういうことですか、うん、クレジンさんとハイジンさん、さ、クレジンハイジン、クレジンハイジンチームと、マジックミラーゴーさん、長さんチーム、長州さん、さあ 1P2P 決めよう。はい、じゃあ先方、さあ申告を、はい、お願いします。太平さんに、ゴーさん、あちゃん。キャラはね、キャラはね、忘れました。あれ、ゴーさんキャラなんだっけ。エッサガ、エッサガ、さっきはノジアでチュンリー使ってましたけどね。チュンリーさん、チュンリーだけじゃなかったか気がする。そうですね、いろいろ使ってます。サード勢の方なんで、いろいろ触っていただいてる感じ、ね、T シャツだってクーペの T シャツ着てますから。そういうこと、もう気持ちが違うんで、そうっすよ。僕も今日ね、パジャマでね、来てますからね。さあ、一人目がマジックミラー号、チュンリー VS クレジン、楽しむ。ごめんなさいね、コメント拾われてないね、ごめんなさい、拾ってないです。拾ってください。クレジンさん、久々に見たが、チュンリー戦はどうだ。さあ、クレジンさん、ダルシムですね。じゃって、マジックミラーさんが、チュンリー。チュンリーですね。チュンリー、ダルシムどうなの、山本さん。どうなんすか。なんか教えてください。フレイム、これは早く動きすぎた。ちょっとね、クレジンさん硬いんで、動きが投げにちょっとね、そこは今のは狙う。そうっすね、そうっすよね。これを踏まえての、さあ、ブラストからのファイヤー。でもちょっとゴーさんちょっと変えな、いい動き、お互いいい動きをしているが、大事にいってる感じ。クレジンさんゲージ溜まって、もう戦略、あ、踏みつけの跡ができないのか、なるほど。いやー、お釣りを入れれない。ゲージを持っておばちゃん歩いてくるぞ。そうですね、ゲージ持ちおばちゃん、おばちゃん来るぞ。あ、クレジン、さあ、ガードしてしまった。ゴーさん勝利。さあ、ゴーさん勝利。続いてハイジンさんですね。さあ、ハイジン龍が龍だけね、龍だな。そうですね、ハイジンさん龍ですね。ハイジンさん、僕久々見るんですけど。ああ、どう。でもチュンリー戦は結構うまかった。そうですね、うん。投げて。これは初めゲージはやっぱ龍がたまるんだよね。そうですね。そうで、チュンリーたまってここからどうなのって話じゃない。そうですね。でさあ、ゴーさんがね、これで波動を抜けれる技術が問われる。投げて、投げていく。さあ、垂直ジャンプで避けて投げられる。投げやっぱね、ちょっとこれはね、あえてね、これだけ見せんの、これ初めに。そうですね、次はもう下が下がるの、投げの卓があるよっていう見せつけです。ダイゴス、ダイゴス、中ゴスからの波動、波動、牛乳が通っちゃったぞ。通って竜巻は大パン、竜巻も見送り、でも確定じゃないんですよね、あれもね。いやー、投げる。さあ、中ゴス、いや、これ苦しいな。これはちょっとゲージもないんで厳しいぞ、マジックミラー号、ここまでか。ブロッキングで、ブロッキング、ブロッキング、パンク。あるのか。さあ、ゲージが溜まった、抜けれます、抜けれなかった。しかし、ハイジ弱波動を置いておく。
もうちょいなんすよ。ちょっと早かったね。もうちょいなんですけど、ジャカード難しいんすよね。さあ入っていくのが 2P 側長州さん。長州剣、こちらも龍剣対決になったぞ。波動波動波動、福山と俳人差がついたなと素晴らしいコメントですね。ありがとうございます。ありがたいですねこれ、いやちょっと遠いか。波動、これさっきもあった龍剣の組み合わせですよね。そうですね。電キャンジャンプ出なくて昇竜拳シングで削りか。終わった。ハイジンリーチ。そうですね、ハイジンチームリーチですね。ちょっとね、あの下克上が結構起きてるんでね。下克上ね、令和の時代に下克上素晴らしい。そんなのがあるんだ、うん、泣いちゃダメだよ福山さんいやいや全然泣いてませんよ。拾わなくていいよ鼻水です。あーそうですか。涙じゃないですそうね、福山さんにはまだチャンスがあると。さあ膝昇竜蹴り。そうなんだな。いやいやいや、今のはもう、うん、しょうがないね、うん、波動、これは長州さんのミスマッチですよね。そうですね、これはちゃんと飛び回ってる気がするんだが、いかないよ。昇竜、昇竜、お見合い昇竜来たか。おー、この勝利いいな。お、大昇竜にバサで当てていく。いやいい、この取り方大事だぞ。波動、波動で押していって大傾斜だって。ゼロドット、さあゼロドット、あっ、あ、シンクが止まったぞ撃っちゃって、撃っちゃって、大事今あるのか。あ、中圧さしていく。長州を倒せ、大人流勝利。連覇じゃなかったか今。下克上、もう2回目来ましたよ今日。下克上あったか。さあ続いては、あ、ついに登場ですね。で登場、はい、続いては、福山さんとミスター K さんで、デレローさんと、なんて読むでしょう、ザッザッツアークミ、アークミラ、アークミラ、お願いします。じゃあ、あ、リセットかかってない、リセット。はい、こんばんは。オス、ウネガエルです。オス、山本です。はじめまして。いや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 、え、はじめましていやいや、びっくりした今。あれ、はじめましてじゃない、面識なかった。はじめましてじゃない、面識なかった。なるほどなるほど、もう、そうそうそう、記憶喪失ですね。コメント、コメント見ながら、はいはいって感じでできるわけですね。そう、これどうやってコメント入れるか僕わかんないんですよね。いや、これニコニコ、ニコニコ動画ですよ、これは。ニコニコ、あ、ニコニコのあの、いつもこう流れてるやつですか。あれ、ツイッチ。いや、ニコニコのはずですよ。あ、そう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 、ニコニコと、あとツイッチがあるのかな。あ、ツイッチもあるんだ。ツイッチもあるみたい。はぁ、そうだね、やっぱり両方出してる、両方あるから両方、あ、どっちでも出せるんだ、うん、なるほど。多分ここにいるから見てないだけなんで。ミスター D さんいますか。え、ミスター K、K、K、 K、 ミスター K、 ミスター K、 はい、ミスター K さんお呼び出しです。ミスター K さん、ミスター K、 あれ、ミスター K さんご存知の方ミスター K さん、ミスター K さん、あ、ミスター K さんおられた。ああ、大丈夫、大丈夫です。いましたね、ちゃんとね。いましたね。いましたね。さあ、今日ね、はい、木曜日なのでね、NBC ランバトあるというね。そうなんですよ。知らなかったですよ、僕も。いや、今日っていうかね、まあ、毎週ね、やってるんですけど、対戦会は、はい、なんですけど、今日は特別に。特別に。そう、木曜日にランバトやっちゃうっていう。はい。ミスター K さんと、ミスター K さんと、アークミラーさんね。アークミラーさん。ワンピー側がアークミラーさん、ベガ。ミスター K さんが、ホンダ。なるほど、なるほど。さあ、頭突きが刺さっていく。お尻飛びから、おいちょ。そして、ピヨっている。はい、おいちょ、2回からピヨリ。まあ、ホンダ的にはもう、ベガ倒したいですよ
そうですね、これは先日のね、小物道カードですよね。はい、熱い戦いでしたね。そう、釣ってもむずい、お互いにむずいですよね、これ。あ、そうですね、お互い外国の方ですね。初参加かな。ミサケさん、シンガポールの方で、はい、アークミラーさんが、アークミラーさんはアメリカ。なるほど、さあ、まず1本取っていったのは、そんなインターミサケさんのナショナルだね、ですね。ニュートン、大山ニュートンですが、さあ、ミサケさんが勝利で入っていくのがデレロさんですね、の竜。あ、そうですね、はい。デレロさんもかなり最近やり込み勢ですね。はい、あの、まあ、僕のチームはい、影棒の人にそう出るんですけど、はいはい、ですね、はい。まあ、ここ最近特になんかメキメキと、はい、メキメキと、そうですね、まあ、細かい頭角を見せている。はい、なるほど、ちょっとやっていきます。シンクを当てていく。あれ、しゃがみ大パンチしてたのかな、ホンダが。しゃがみ大パンチ、はい、ですよね、戻りに当たった感じです。あー、なるほど、ありがとうございます。ファイヤード落として、ドクター K はいないんですよね、残念ながら。今日はドクター K さんは、あの、カズヤさんいないんです。いや、これ落とす、ちょっとウネさん若いからネタわかんないんです。すいません、もう分かんない、すいません、申し訳ないです。そうですね、20代には無理です、ね、すいません、失礼しました。さあ、じりじりと、おっと、昇竜で割っていく、近づいて進化。あ、うわ、冷静冷静、足払いに足払い合わせていく、鬼のように冷静でしたね。さあ、これは竜本田なんで頑張りたいところ。はい、しかしデレロさん勝ってほしい。さあ、ダイヤシン花は昇竜見送ったので投げられてしまう。まあ、でも波動と台足の前になってきたと思ったが、ドスコイドスコイと、ドスコイドスコイしますね。あ、来た、踏んでいくスタイル。さあ、抜けたがドスコイ、やばい、変なことしちゃった、この距離やばいぞ。あ、オッケーオッケーオッケー、あ、行っちゃう、うわっと上から行く。行っちゃう行っちゃう、不安飛び込みってやつですね。あ、オッケーオッケーオッケー、もう波動と台足だけでいいんで。おお、やっちまった、シンクを抜けられた、これはでかい、これでかいよ。竜巻が出ている、鬼武装があるので調子悪いですね、なんかデレローさん。さあ、ちょっと調子悪いですね、今日はね。ミスター K さんが勝利。福山さん、ミスター K さんチームが勝利で。はい、続いて右下、はい、お茶丸さんとヨシギーさん、お茶る丸さんです。ボンキーさんとフットポッツさん、この2人もアメリカ勢かな。なるほど、マキリーですね。さあ、ルールの説明がマキリさんから行われている。そうっすよね、助かります、ありがとうございます。まあ、さあ、あ、金子さんいますよ、金子さんシードですね。トーナメント表とかないんすか。あります、ありますが、トーナメント表さ、ツイッターとかでさ、あげればいいんじゃないの。そうだね、そうだね、ちょっと待ってね、これは俺らじゃできないから、ニュートンで、ね、でもすぐできちゃうからやっちゃう。有志によるツイッター投稿でやりますか。あ、なんか開けない、ツイッター。あ、オッケーオッケー、お、先行はポンキー、なるほど、ボンキチュンリーとヨシギエサガー。さあ、チュンリーエサガーなんですが、え、あ、ヨシギさんは志村のニュートンの常連さん。お、はい、トーナメント表ただいま、そうですね、何人かの、ね、
真央さんが挙げてくれました。あとニュートンの今日のイベントに、リプライで山本も挙げました。さあ、画面ははい、ヨシギさん、ヨシギさんのジュンリー、いや、エッサガ、エッサガラですよね。と、あとボンキー、ワンピー側がボンキーさんのジュンリー、ボンキさん、ボンキさんのジュンリー、ボンキボンボンキボンボンボン。さあ、チュンリー壁にエッサガか。いやでも吉木さんエッサガ。さあさあ戦列入っている。今聞こう聞こう、冷たい冷たいぞ。さあまず1本取っていったのはボンキさんのチュンリー。さあ、しかしエッサガチュンリーもまあ結構いい勝負なんですが、そうですね、上が出るかどうかですね。そう、上をちゃんと落とせるかどうかでかなりダイアグラムに開きが出てくる。しかしこのチュンリーもね、なかなかね飛び落としづらいからな。いやーこれはやばい、厳しい。もう後がない、さすがにエッサガでもきつい。さあ勝ったのはボックスさんのチュンリー。10年間ぐらいニュートンに憧れている、憧れている。なるほどなるほど、大山ニュートンの愛をね、え、ボンキさんボンキさんが、そう、なるほど、10年ぐらい10年も温めている。はい、なるほど。それを今解放で戦としているで、入っていったのがお茶、ま、お茶る丸さんのバルログ。はい、お茶る丸さん、はい、ありがとうございます。お茶る丸さんバルログですね。あー、なんか変な当たり方している。変なとこ当たってますね、スピーバー。さあさあ投げですね、背中蹴りから投げ、これは厳しい。はい、やはり強いパターンをしっかり押し付けていくか、まあこれはお互いのキャラ同士ともに入れるパターンですけれども、どっちが通すかなんですよ。そうですね、厳しい形に。あー、スカイハイクロ早いですね。手前打ち連発しているが、うわっ、ハイクロー対応してる、投げる、ハイクロー落とされている。さあ、あ、手前落ちが当たって、あとは削り殺し、削りゴロゴロいった、露骨に行きましたね今。露骨ですね。いやでも露骨にだけどもう食らっちゃうよねっていうね。まあこれはチュンリーでもあるあるなんですけど。そうですね。さあ投げる、今日しゃがんで透かしましたね。そうですね、待たなかったですね。うお、透かして早詰めしてるからですね、多分。あー、そうですね、手前打ちだからか。あっ、からの、さあ背中から逃げるが、投げ返す。あ、ま、なんだ、テンションからの背中蹴り、背中蹴り連発から投げ、投げる勝ったのはボンキさん、中に勝利、素晴らしい。さあ、トーナメント1回戦が終わったので、続いて、あ、大変です、あ、大変です、二人いなくなります。福山先生、福山先生、お呼び出しです。福山先生、あの、僕ですか、次。はい、はい。じゃあすいません、二回戦いきます。エンペラーさん、山本さん、バーサス、ウレさん、マオさん、試合になります。さあ、トーナメントは第2試合に進んで、エンペラーさん、山本さんチーム対ウネスさん、マオさんチームになってます。今 1P、2P のジャンケンがして、さあ、裏切りの戦法、まああるぞ、またウネ、ウネ、どっちだよく見て、よく見て、最後まで見て
クソ、ここミスったの天智だぞ。勢い、勢い、勢いで、うねが座って、いや、まだ落ちてないぞ。うねがいると山本さん来たぞ。マイクに、僕一人であれなので、はい、今日はデレレオさんに来てもらいました。デレレオさん大丈夫なの？もう喋るな。よろしくお願いします。普通に喋ったことないよ。そうですね。今日帰る中にどうなの？デレレオさん、これは、そうですね、中二じゃないですか。これまだ出張なのでよ。1ヶ月中国だから。そうなんですよ、中国ビーキになってしまうところなんですけど。あーやってもた。ソニックからの、あ、いいですね。山本また来たか。うわー、これは令和が来てる。今日も2連勝してるんでね。来てますね。ジャイキリですね。ちょっと勢いあるな。うわー、投げて、大胆の投げだ。ちょっとピオリさん来たか。しまった。あー、激安野郎。激安の電動。クソ野郎。これは怒られますね。なんでしょう、マジちゃったの。大慶からの、おー、レバースピンからの。さあ、うねが立て直して、ね、ソリ投げて、出た、山本ソリ。これはこれはすごいですね。いや、デイロさん、もう本当激安クソ野郎ですよ、本当に。一旦なめっぷ感もありましたね。なめっぷ、若干なめっぷありましたね。ちょっと見た感じがありますよ。これぐらいでいいんじゃないですか。これ押し置きだ、押し置き。いや、これは誰か分からせてあげてください。その押し置きに対して最高級の押し置き、マオさんです。そうですね、これは罰ゲームですね。はい、今日、これ山本さん、魔王まで倒すのか。いやー、全然見ないな、このイズナかな。イズナ、バルセロナかな。もう、しおかれてますね。山本、値下げ。安いですね。いや、これは安いだ。いけいけ、山本さん、いけ、行くしかないぞ。守りやすくしないぞ。いいです。わかんない。そうから、打つしかないな。一瞬打ててほしい、これは。いや、いけー。バオが切り刻んでいく。いやきつい、これは分からされてましたね。いやー、山本平定になったわ。でもすごい頑張ってましたね。さあ、山本さんの頑張りを見て、エンペラーさんが龍。おー、バルログ龍ですね。チームのあの龍は倒したぞ、このバルログ。はい、いいよ、いいですよ。投げれない。まあ勝利してるよ。大事よ。ちょっとあれそうですよ。これが狙いか。いやー、そうだよね。まあでも勝利出ますよ。そうですね、あそこのね、バルセロナ出るのにちょっと希望がね、見えましたね。私は出ない。僕も出ない。ひたすら勝つ。俺たちはダメだ。勝利出ないせいですからね。竜巻投げて波動。さあ、そう、あ、いいぞ、エンペラー波動、エンペラー波動、うまい。さあ、竜巻、スイゴス投げて、でも気まずいやつだ。あー、そうね。いや、でも気持ちが、エンペラー波動も気持ちだ、気持ち、勝利です。でかっ。しかし、魔王バルログ勝利。さすが強いですね。さあ、次が、はい、シノニー草さんチーム対津村さん、マキリさんチームと。キャラ的にはエッサが、もし取ればエッサがチュンリー対、津村さん立場先を取ってるので、ホークとケント。なるほど。ベイロさん見てこれ。動きですね。いや、やっぱやってるな。いや俺たちはやってねえかな。ちょっと出張がなかった。行かないとダメですね。中国には一つなかった。なかった、一切なかった。現地でもなかった。一切なかったです。あれ、これやるしかねえな。生きてくだけで精一杯でした。いやー、ピヨっちゃってるかな。コメントを拾いながらやるわけですね。私ちょっと人生初マイクですね。出張のどっちが緊張します。いや、こっちの方が緊張します。会議の方がよかった。さあ、申告がさあ、草さん、しの兄さんチームが、これは、2P 取ったのかな。しの兄さんと、さあ、おっと、ここで、そうですね、ポイントは、いや、
座ってるのはシノニーと、まずマックス座ってるぞ、とは限らないよ。エッサガ体験、エッサガ体験ですね。これ打ち負けちゃうんですよね、デラさんの剣がね。福山さんの高騰してもがきついですね。俺たちは落ち負けそうです。悩ましい。そう、皆さん見ていきましょう。さあ、まあ、こうなるよ。トップスピンが大抜き打ってるんだ。いいですね。大事ですね。お、昇龍がドラゴンダンス。シノニーもね、手を出さないんだよな、これが。硬いですね。体力ならね。おっ、あー、溜まってるんだけどって感じなんだね、これね。そうですね。おっ、いい飛び。うわー、きつかったかね、機械は。おい、マーカス当たったな。しかし、シノニー。いやー、でもね、デレレさんもあのここ一番で下上昇パンチで応援してました。そうそうそう、昇龍なんだけどね。千村さんにめちゃめちゃ怒られた。俺なんで怒られちゃう。出したい意志は気持ち悪いね。そう、気持ち悪い。心の中では昇龍そういうこと。うわー、パカだよ。いや、しっかり打つな。シノリが落ち着いてるんだな、これ。どうしても剣にやりに行かなきゃダメか。はいよ。おお、うまい、うまい、あるよ。勝利か。あの大パン投げ。いやー、一発圏内なんだが、下がった、打つよね。おお、渡るぞ。シャドウからの。シャドウ。太陽。おお、素晴らしい。わあ、勝ったよ。いやー、これは根性で勝ち取りましたね。さあ、ケンタを落とす。おお、とでかいぞ。竜巻。タイガー。あーいいな、タイガーね。ガードできないですよね。ラフなんですよね。あ、これ自宅からの。おい、手出さないですね。タイガー今度勝利が来たよ。タイガーはメダルガードなんですよね。ダメだが、ダメだところできついから。あるか、まだまだ。おお、よく見た。おお、根性。あー、惜しい。しかしシノニーだったか。すごいですね。びっくりした、びっくりした。さあ、マキリチームは2番手大将、つぶらフォークでしょ、もちろん。フォークさん、フォークですね。さあさあ、あ、このフォークはやってくれるよ。タイガー、そうですね、粘り。コメント、コメント、やっぱそう、粘り良かったですね。そのまま、すみません。ボールを見ると、ボール。うわー、ピョンって、おいシノリーリーチ、これは分からされてますね。このエスタがパワーがね。そうですね。フォークでも無理か。やっぱり福山さん、これやっぱりエスタが俺に聞いちゃう。逆に同じくらいの人だもん。全然分かんない。おおおお、ちょっと遠いんだな、これから。おお、今度当たってきたよ。いや、これは無理だろ。おー、素晴らしい完走しました、つぶらフォーク。かっこいいですね。拍手も湧いてるよ。はい、これサガット倒してもっと湧くよ。そうですね。うわー、間に合うんかい。やっちゃうんだよ。アンバカが、シノに来たか。フォークピュールだぞ。いや、うわー、あるぞ。おい、いや、いっぱい取れて一発。そうですね。もう一回やらなきゃいけないのが辛いところですかね。いや、歌いを強いね。おお、あるのか、つぶら。おお、あった、素晴らしい。つぶらフォーク、あそこからひっくり返すか。拍手が沸き起こってますね。さあ、大将の、シノニーチーム大将のクタチュンリー、さんのチュニー、一緒も勝ったことないです。デラさん、俺もだよ。さっき華麗に勝ったじゃないですか。マジかと思いました。さあ、来てるのはつぶらか。はい、1回目。おお、言ってるんだ。当たって、おお、はい、はい、うわ、来てるぞ。おお、やばい、忘れてますね。なるほど。おお、タイミングずらすんだよね。うまいですね、さすが。つぶらフォークリッチ、よく見てますね、すごいですね。なんだこれ、褒めた、冗談ですか。
敵やってる。つばきさこ。さあ。お。いや打てない。草さん。おお。苦しいぞ。お。見よった。おお。台風からのつぶらマキルチーム勝利。これは湧いてますよ。さあ、デイロさん、次は、はい、次の組み合わせは何ですか。次は、あ、ウルトラマリオさんのマリオ、あ、違うな、ウルトラマリオさんと、と金子さん、さんバーサ ス, ス、クレジンさんとハイジンさんですね。はい、じゃあお願いします。言えましたね。言えましたね。もうデレローさんの手汗がもう やばいですここあれだよね、見たくないんだよね。これ怖いですね。自分の喋ったの あいつつまんねえって言われたらどうしよう。もう 心、まあ、心がすぐ負けちゃうから。もう書かれて普通なんだよ。あ、まあ、そうす頑張りますって。さあ、先輩ですね。今がじゃんけんから金言だな。まずは 1P、2P を決め合ってます、うん、さあさあ申告までは王とやってくれね。ありがとうございます。そうなんです、ちょっとゲーム間違えちゃいましたね、ええ、マリオさんのマリオって言っちゃいましたね。任天堂ですよね。すいません、デロさん、あの声がちょっともうちょっと果てもう一人ごとになっちゃって だんだん弱くなって。仕事があるみたいな。ちょっと疲れちゃってね。すいません。さあ、ちょっとワンピは、クレジンさんのダロシム対マリオさんのリュウですね。リュウですね、よかったよかった、リュウですね。これはデロさん、どう倒すのこれは。これは、これはそうですね、まあこういう感じでやればよくない。これはタコ様みたいな感じで。これ荒れちゃうまだ。おいや、マリオさんやってるからな、これやってますね。どこよ。でも冷静ですね。おお、マリオさん冷静だ。波動、波動。あー、そう、まあまあまあ。いや、これどっちも慎重に。そうだよね、楽しみてるよね。そうなんですよね。取られたものにはね、ゆるどり食らいたくないですね。もう暖かくなっちゃうんで。なんなんでしょうね。そういうこと。武器やって打ちたくなっちゃう。インフェルノで。いやー、うわー、クレジン来たぞ。大丈夫、まだ生きてる。いやー、来ちゃったか。いやー、そうですよね、ダイヤシだとね、相打ち状ですもんね。そうですよね。さあ、マリオさんが1本取って。波動、波動、波動拳で。そうですね、この前でクレジンさん、よく見たらできるぞ。詰めて、波動。おお、いやーからの下、波動。ちょっとマリオ来てるぞ。これは、見ちゃうな、見ちゃうな。危ない危ない危ない、喋らなきゃいけないですね。あ、うまい、うまいとか。波動、勝利。うん、シングガード。いいですね。クレジンさん、ちょっと盛り返してきた感がある。お、うまい。インフェルノ高そう。そうですね、マリオさん、ファイヤーだ。おいいですね。まあやっぱりダラシマ相手ですと、マリオはこうなりますよね。そうだ、そうだ、こうなっちゃいますよね。こうならない戦い方教えてほしいんですけど。大体がある。こうなりますね。なんででしょうね。なんででしょうね。そう、まあ。カドカド。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 まだ打つよ。マリオ続きで。これ多分クレジンさんもね、今行ったか、今日このゆるどりが見てると思うんだよね。なるほど、マリオさん、来たぞ。あーと、つまきミスだ。イーベルガボー、まだあるよ。戻り際に波動入れて、つまき投げて、ちゃんと受け取ってますね。中学生、マリオ畳みかけるんだ、マリオ。フェイズガボー、チークガボーしよ。ファイヤーマリオからの中学生。おー、いや、微妙だな。ダブルかな。おーい、マリオさん根性で勝ち取りましたね。いや、これデレラさん激アツだったでしょ。激アツでしたね。波動、波動、うまいぞ。コント使おう。すいません、すいません。波動からの波動、おい、いい飛び、マリオ来たか。うん、来てるよ、時代が来てる。うまい。あー、うん、いやー、やっぱ3戦目ダブル KO で流れが来ましたかね。そうですね、盛り返した感がありますよ。あの沖縄のハードパンチャー来たよ。さあ、大将の怪人さんの竜とマリオさんの竜ですね。竜竜竜ですね。竜竜どうなので、皆さんちょっと語ってくださいよ。これはそうですね、ええ、まあキャラは五分なんで、うん、そう、あとそう同じ、エレロ、エレロバカだぜ。あのね、俺の竜がね、3ぐらいしかない気がする。波動拳おせえなとか思うんですけど、ね、俺絶対負けるって言った。なんかね、俺の台足短いなって思うんですけど、なんでみんなのは長いから、あれずるいですね。やばいやばい、しゃべない。さあ、押してるのは怪人が押してるか。そうですね。さあ、空中竜巻、今んとこ5分近いぞ。お、
ファイヤー、ファイヤーマリオからの、おお、なるほど、そこ中盤安全型なんだね。波動、波動、ダイエヤシいいよ、おお、うまくさーか、まだシークあるよ、いやー、あ、ここだな、ちょっと時間が、いや、ちょっと優しいか、勝利、いやー、最後マリオさん飛んでんだよね、ちょっと詰めなかった、マリオリュウリーチ、さあ、波動、波動、波動、打ってるのは、打ってるのは廃人だな、うまいぞ、中腰、ちょっとリスクさんか、波動、なんかピュアリそうな気がする、波動、いや、波動なプレッチ方がうまいね、あ、ごめん、なんでちょっとリスキーさんみたいな、ちょっと一人言だね、すいません、すいません、ちょっと、味来たぞ、初めてですからね、やべ、端っこからの、おー、やしい、そう、ね、マリオ飛んでる、あ、投げて、もう一発来た、投げて、いいですね、攻め、ちょっとビュールさん気がする、おー、うまいぞ、冷静でしたね、波動ですね、配信の置き攻めが今終わって、お、大事、波動、波動、いやいや、中継じゃ落ちなかったか、やっぱ勝利出したいですね、そうですね、そう、思いはあるんですけどね、そういうこと、波動で、設定のところ、竜 VS 竜は竜より、確かに、確かに、そうですね、相手の竜が超有利ですね、マリオだな、今んとこマリオ来てぞ、大事、さあ、大事、まだ分かんないですよ、ありますよ、波動、勝利、勝利来てるよ、さすがですね、投げて、流れ来てます、ここ出しこう。もう一発チャージして、マリオか、全開、マリオワンナップ、いやウルトラマリオでしたね、確かに、さあ、お、福山、福山先輩頑張ってください、イエーイイエーイ、じゃあ山本さん、よろしくお願いします。どうもどうも、デルさん、はじめまして。いやいや、マイクではじめまして。そうですね。さあ、続いてはですね、ウルトラマリオさん、金子さんコンビが、進んで駒を進めて、福山さん、ミスター K さんと、なんだっけ、フット、名前がちょっと読めないですね。フットポップ、ウッドホープ、フットホープさんと、ボンキさん、ね、アメリカ勢。のチームですね。海外勢の方ですかね。海外勢ですね。おお、なるほど。おお、めっちゃ英語やんけ。ボンキー。ボンキー、ば、ボンキー、ボンキーさんですね。うん。と、さあ、ここでマキリさんがマッチですね。さあ、おお、福山さんとミスター K さんは、うん、おお、OK、じゃんけんできるのか、そもそもじゃんけんっていう文化がね、まあ多分ないんじゃないですかね、東洋の文化な気がする、そうですね、あ、代理でマーカスがじゃんけんしますやっぱり、でも本当こういう国際交流いいですよね、うん、そうですね、これすごいね、いいことだと思いますよ。これがもう25年前のゲーム、25年までしたっけ、25年目ですね、すごいですよね、こんな古いゲームをね、国際交流でできて、いいことです、シカゴ勢なんですね、シカゴ、ああ、やっぱアメリカなんですね、シカゴ、シカゴ、なるほど、ボンキー、ボンキー、フットボール、フットボール、フットボール、ボンキー、ボンキーさんのブランカ、福山さんの竜、これは竜ブランカなんで、先ほどだいぶ、おお、昇竜出ますね、大昇竜、ね、うん、波動で、あ、そうですか、ブランカ動きたくなりますよね、これね、ブランカね、あれなんですよね、投げ噛んでいく、必殺技使わない方がいいですよね、なるほど、なるだけシンクで酔っ払って、おお、冷静、中、しゃがみ中パン、あれね、ブランカね、すること少ないんですよ、なかなか難しいですよね、さ、タイプ出る福山さん、タイプ出る福山さんは違うと、福山さんはしっかり出ますよ、別人だと、替え玉じゃないですよ、そうですよ、お、昇竜で切っていく、冷静ですね、ちょっと少なかった、さあ、ボンキーさんの
ブランカが近づけない。波動拳、波動拳、波動拳。おお、大悟昇竜。真空から、おお、中足、しゃがみ中足。さあ、福山さんが勝っていく。大悟スマートって出しやすいですね。我々は。そうですね。いつも頼っちゃいますけど。フットポープさんですね。フットポープ。フットポープ。フットポープさんがチュンリー、すみません、先ほど間違えてたみたいですね。ボンキさんがチュンリーだと思ってたんですけど、フットポープさんがチュンリー、チュンリーですね。かなり強い方でしたね。さあ、チュンリー流ですけれども、さあ、福山さんはどうする。これ、先ほど山本さん、はい、大金星あげましたけれども、はいはい、このコツはコツは何ですか。無心です。無心、なるほど。さあ、竜巻で分からせていって、さあ、波動で、さあ、お互いゲージ溜まって、そうですね、お互いゲージ溜めるのは大事なんですよね、これ、うん、この組み合わせ。さあ、センス使っていく。と真空を背中を波動ですね。さあ、あとは、お、さあ、投げる。これが強い。で、そうですね、さあ、下がって飛行。これでまた溜めていく。溜まっちゃうんですよね。うん、これ喋ってみる。さあ、お互い溜まったが、真空を抜けてきたよ。見てから戦列抜け、抜けてきた。間に合いますね、すごいですね。完全に今入れ込んでましたね。もう福山さん読まれてましたね、さすがにね。さあ、置き攻め、さあ投げていく、投げます。さあ、背中蹴りで抜けていく。2回いったぞ。さあ、上から、さあ、どっちだ。勝利を見送って、きっちり2ヒット。そうですね。さあ、福山龍ここで倒れる。さあ、続いてミサケさんですかね。フーホープさんか、失礼。シンガポール勢のミサケさんはホンダ。さあ、ホンダ。さあ、ホンダ準備。これね、ちょっとね、ホンダが近づくのが厳しい。あ、そうですね、海外の方ですかね。そうですね、チュンリーがアメリカの方、ホンダがシンガポールの方。いや、国際線で言うとシカゴって言ってましたっけ。シカゴですね、そうですね。さあ、おお、だって100列差し込めるのか、割っていける。近づいちゃうと、割った。流星落とします。流星落、流星落って流星落みたいな、みたいなやつ。みたいなやつ。すみません、山本そんな詳しくないです。さあ、気候で、まさか空中投げですか、あそこで。そうですね、立ち回り的にはやっぱチュンリーが楽っちゃ楽なんですかね。貢献ありますし、弾あるから純粋に打ってりゃいいんじゃないですかっていうところですよね。そうですね、まずは。さあ、動画わからん、わからん。本田龍もそうですよね、まず龍が波動打てればいいみたいな。まずはっていう。でもなんか飛び越されたら、まあ死にますけどね。どうすればいいんだろう。接触されたら死にますからね。しまいましたね。そこを考えるのが、はい、そうですね、普通なんですよね、多分ね。打たない、まあ打ちたくなっちゃうよね。手癖で打っちゃいますからね、どうしても。そう、あーっと、さあ、鬼でも無双でもなかった。あー、冷たい、冷たいよ。出た、これは垂直しゃがみ。これは冷たかったな。垂直ジャッキーク。さあ、フットポープさん勝利で、うん、ベスト4進出。さあ、さあ、準決勝ですね。うねまおさんと津村まきりさん。津村まきりさんですね。津村まきりさんチーム対うねまお、うね、あ、そうです、アイスエイジでしたね。まおさん、うん、さあ、リセットかけてくれてありがとうございます。アイスエイジね。アイスエイジでしたね。冷たい。冷たい、冷たい。冷たいアイスエイジ。なるほど。そうですね。そうですね。MTG かなですかね、アイスエイジ。どうなんでしょうね。さあ、ワンピツーピージャンプ券は。さあ、おっと。さあ、はい。さあ、ワンピーがマキリさん。剣ツーピーがうねさん、うね龍、ガエル、あー、ふふふ、龍とかしちゃったガエルですね。さあ、うね軍団総帥、うね軍団総帥、リーダーですよね。うね軍団ね、続々と入団希望者増えてますからね。やっぱカリスマですね。さあ、ソニック、ソニック、ステージが早いですね。さあ、ソニックと波動で、おっと、マキリ剣の波動が落ちてる。出ちゃうんですよね。
大昇龍ちょっと出ちゃった感じですね。おお投げるか、ずかずか歩き投げ、昇龍、あー見てますね。マキネさんしっかり上出ますよね。そうですね、しっかり今ジャンプを見てましたね。ちょっと今日ウネさん飛びがちですね。そうですね、ただだいぶリードは、さあ上から全部入った、あーっとピヨってる、昇龍死んだ、アッパー昇龍、いやー分からされましたね。さあ69カウント、まあ、こう一瞬でねやっぱりこう逆転するっていうのが剣の魅力ですかね。そうですね、爆発力ありますからね。そうですね、魅力的なキャラではあります。またマキリさんの波動拳早く見えるんだよ。そうですね、波動拳早いですよね。早いですね。さあ、入っていくのは魔王さんのバルログ、バルログですね、魔王バル、これすごいんすよ、竜巻を透かして投げる、そうですね、おっ、さあスライディング終わった、対空爪が出る、波動に刺していく、あっさり処理してきますね。これがバルログだぞ、強いですね、言わんばかりのねやっぱ戦い方ですね。素晴らしいバルログですよね。でもね歯が立たないですね、なんもできない、いやそうなんですよね、さすがにうめえ、そうなんです、うまいんです。あーやっぱり回りたいと出す技がうまいってことなんですかね。そうですね、あまり表も激しくいかないかったりとか、そうですね。さあ、魔王バルが勝利したので入っていくのは津村さん、津村ホーク、津村ホークですね、津村さんのホーク、入念にレバーチェックしてますね。そうですね、そうなんですね、関東にはこの立ち回りのできるバルログいないと。終わった終わった終わったか、会場戦終わった、終わった、終わった、しっかりしっかりちょっと早かった、会場が沸きましたね。いいですね、この一体感ですね。終わるのか、うん、あ、うまいな、一発で終われるか、終わりますからね、フォークね、エルコパ対風雲で、さあちょっと強引にでも飛んでるような気がする、あとは津村さんが強引に詰めていくが、冷静に、あ冷たい、魔王さんがやっぱねちょっとあの残機ステージなんで早いですね、確かに、スライディングで転ばせて、おっと、おーっと、もうこの拍手ですよ、おっと、ね、テラが出ている、つかされた、あ、そうですね、お互いに合った、差し返しがうまいんですよね、そうなんですね、そうなんですよね、考える隙を与えないというか、あーっと端が近い、さあ引っ掛けてセーフだが、ちょっと引っ掛けて、おーっと刺さっている、スライディングを先ほどから多用していたのでそこにコンドル合わせていって形、トマホークで引っ掛けることができれば、そうですね、さあ、お、歩くな、おー、大打ち、おーっと、見てますね、直線落ちもな、投げる、さあ上からで、おお、だが爪で重ねて、さあ厳しいぞこれ、おお、近づけない、いやー魔王バルログ勝利、冷たい立ち回りでしたね、冷たい立ち回りですね、うん、さあ魔王ウネが駒を進めて決勝進出確定 で、ね、次ウルトラマリオさんと金子さん、じゃあフットポップさんと福山先生に、ボンキさん、福山先生お願いします。いやーどうもどうも福山さんお疲れ様でした。全然ダメだったわ。いやいやいや良かったですよすごかったよ、ダメだし、いやいやいい昇龍出てましたよ、いや最後ちょっと冷たい立ち回りだったね、バルログ戦ね、そうですね、うん、まあ、しょうがないです、バルログですからね。さあ、準決勝ですかこれも、いやいや、あ、準決勝です、金子さんとこがなの、ウルトラ、うん、ウルトラマリオさん、金子さんと、はい、フットポップさんと、あ、先ほど自分ですね、ボンキさん、はい、さあ、ええ、ワンピー 2P は決まりました。
ップさんのチュンリーは今日動けてるんでね。フットボールチュンリー。Yes. Yes. Thank you. I see. さあ、この勢いでポップチュンリーバーサス。勢い乗ってるフットボールさんのチュンリー。第ウルトラマリオさんの竜。ウルトラマリオ竜。マリオさん、頼む。スーピー側ウルトラマリオさん。さあ、お互いね、乗ってますね。そう、今日お互い勝ってんだよね。後からの。お互い乗ってる。中盤ファイヤー。組み合わせだが、どっちがより乗ってるかっていうことですね。中継、おい。転生。ここですよね。リュウチュンリーどうなのよ、どっちも使うだけど。だからそれ教えてくださいって。なんでだよ。誰か分かる人教えてください。マリオさん。さあ、マリオさんが飛んできたが。ちょっと止めたいな。あの想定は危ないぞ。これ待ってんだよ。さあ、投げる。そう、動いたら。そう、多分みたいな、ね、思うと思う、うん。待ってる感じで。そう。動いたのを見て。いや、もう来たよ、マリオパンチ。マリオパンチ3発いった。もう一発大景からのファイヤーファイヤーマラタでおぉファイヤーマリオ大足パレート足パレートさあ、ウネさん喋りたいですか決勝があるんでちょっと、はい、さあ、うんま、マリオ流また走ってきたぞまあまあ、マオさんに任せてウネさん喋ってもらってもいいんですけど、ね、決勝もね新しい、マリオさあ、投げてく大足見送って投げてくいや、強いですよ、山さん、うん、いや、相当強いですよなんでそんな冷静やねいやいや、見た感じ相当そうだよ、これ本当そうだよぱっと見、山本チュンリーの3倍以上強いですからね五分じゃないですかさあ、入っていくのは金子ガイル、はい、そうね、これはもう止めるしかないぞこれはチュンリー戦に定番の評判のある定評の、うん、そうね定評のある、うん、金子ガイル超パンチ近づかせないこの弱パンチが嫌なんですよね固まっちゃうんですよね多分これ溜まるとねちょっと止まると思うんだよねまあまあそうなんです、ね、でもそれまではイケイケなんでそうでバンクラさあナックルバックナックル入って今空投げ狙ったなそばっと戦列あるよでも戦列いやこれは抜けれない金子まず1本戦列サマーとかで切ってくんですよね金子さんあそうね止まってるの見せてやってくるわ確かにいや大パン鬼なんすよこれは金子来てるぞ来てる、うん、来てる来てるさあ金子ガイルが引いてるが押してる体力はそうですね画面は引いてるがセーフティーリードかかなりチュンリーの力だしかし金子バックジャンプサーストよく止めたバックジャンプソバットんバックジャンプバックソバットいやあれねチュンリーね大将バンクさんのブランカーそうですねボンキさんボンキさんボンキさんボンキブランカーこれはこれは取りたいもういけるでしょう海外勢の決勝進出あるぞしかし金子ガイルもブランカ戦だいぶこれそうそうだいぶやってますからねこれは負けれないぞ金子ガイルもいいサマーよ溜まっているこれが A フォートの特訓の成果だ金子 A4 さんとは特訓してないと思いますそうだね多分グッチさんあたりじゃないですかね冷静やろうかよさあまずは金子そうす、ね、さあ金子チームリーチ入りましたよあ海外にはガイルが少ないあそういうことそうなんすか TZW さんちょっと海外遠征行かないとダメですねじゃあ行ったよですよねですよね、うん、イタリア行ってましたよ、さあブランカ来たよさあ投げれない拾っていくいやジャンプ大パンチで海外チームをリーチさあお互いリーチこれ負けれないぞソニックおー出た謎の体育大剣謎体育金子来てるぞうわ2回も出したぞスタブを完全対応かマジかしゃがみジャックキックあれあるぞ立ちジャックか投げてあかんねえサバーあるよして金子しのげ金子しのいだ今アッパー出てたアッパー出てた金子がいるアッパー出てたこれはいい試合だったなるほどボンキさんも素晴らしいねボンキさんね良かったですよブランカかなり
さあ決勝が、はい、出揃いました、はい、ウネマオ対、はい、ウルトラマリオ金子、金子さん、ガイル、バルログ、バルログ、ガイル、そうね、ガイル2体ね、うん、お互いこれは、どうでしょうね、まあ、決め手はだってどう考えてもマオさんのバルログになっちゃいますよね、それキャラ的に、どっちでどっちキャラ的にこれ強キャラで考えると、あれ合気ありなんでしたっけ、合気はダメなあ、マオさんが合気でもいいとおっしゃって合気あり、なるほど、これはちょっと、さあ決勝、ワンピー側がウネマオで、ウネガエル、そしてツーピー側がウルトラマリオさんのもちろん X リュウ、さあ決勝戦ファイナル行ってみましょう、まず負けられないやつリュウガエルからだよ、さあリュウガエル、これはケース、おっと竜巻とウルトラ、うまいぞお互いマリオさんも多分相当やってたはず、気合入ってますね、ウルツでね、ソリック、ソリック、あれマリオさんでも、アニコレとかやってるんですよ、そう、アニコレウルツはやってるはず、ウルツちょっと違うんですよね、ストーツーと、そうね、うん、なんかがまずは打ち合い、さあ先にゲージを貯めたのはガイル、追いかける竜、竜竜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 竜まずはウネガエル、さあマリオさん2ラウンド目スーパーマリオだねえぞ、あどうあどう、さっきワンナップしてますからねでもまだ死なない、そういうことで竜巻つったよ、詐欺中ゴス、おっと竜巻投げ波動展開よ、そうですね、マリオあっと真空打っている、羽が見えたぞ、ここつられた、竜巻つられた、いい真空合わせだったよ、ちょっとねうね中、うね中出していこう、うね中、そういうこと、うまいぞここは確定、ナイス、始めはしょうがないね、マリオ竜巻でツールがこんな取れない、竜巻ソニック投げて行きましょう、竜巻に当たる、サマースカル使ったんだが、サマー投げストドリサマー、ウネ来たか、入ってる、あー真空としかないか、いやーこれはダブルサマー、ウネガエル、やった、さあここでガエル対決か、スーピー側、金子さんの金子ガエルが座った、もちろん X ガエル、じゃあ福山さんソニック数えてください、お願いします、これはガエル対ガエル、これはガエル勝ちますね、間違いなく、これはまた面白くないやつだねさあめくっていく、さあ裏剣、裏剣ソニック速いのは金子なのか、あーまずはしゃがみぐらい、あっちゅう間に金子やばいぞ、タンクトップが勝つ、うん、そういうことそういうこと、俺面白くないかなってソニックソニックソニック、やはり打ち合いになるよ、今は微妙だ、ウネが降りつかってるか、何発目何発目7ぐらい数えてないんすか、さあ今度来てるよ、いやこれはひっくり返すのは苦しいんだが、金子だな、ソニックソニックソニック、しかしだいぶ体力差ついちゃいましたね、そういや一生中腰中腰、3は半分ぐらいかちょうど、4次カウント、大番からのやおウネガイのリーチ、腕、魔王を使わずエンドあるぞ、お、うん、出番ないのか、そう、マオバル最後に魔王バルなしだよ、ソニックソニック今んとこゴム、うん、やったよ、飛んでいる、スーパーキャー、クライ様、クライ投げかクライ様だね、今ソニックビオリーチだったが、ビオリ、そうだね、逃げ、いや、いい、金中だ、はい、はい、ソニック、はい、ソニック金中対金中の戦いですね、そういうこと、ソニック、うわぁ外足飛んだがお釣りが入らず、いやでも今ちょっと運がなかったな、うん、運、おあそれはもう嫁もちょっとあれだわ嫁の話はね、今ダメない、これダメ、ダメ NG なやつ、ダメ早く考えて怒られちゃうさあ決勝戦、金子ガエル勝利で決勝戦ファイナル、ファイナル、魔王バルログ対金子ガエル、金子さん、バルログやってる
かな。どうなんでしょう。ただやってくれる感はすごくありますよ。ただいないでしょ。投げて相手が魔王の方がピュアそうだね今。しかしピュアない。チーム投げてしっかりソニックを見ている。カネコこれは釣り投げる投げる飛んだ投げる。マオリッチマオリッチですね。マオさんちょっと一言ええあいつね勝ったらもらうしかないですね。投げる投げるピオルレイの来たんですよ。レイのやつね。マオラッシュからの金子無理か。あと通り越してしまった。優勝マオウネチームチームマオバルログ勝利。いやさあこれはじゃあ一言いただきましょうか。もらいましょうか。あれだな 大魔王最後だな。はいはい。マオさんマオさんマオさん、すいません。一言お願いします。マオさん、最後。じゃあ、ウネさん、すいません。一言お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝です。ありがとうございます。あら、優勝。ね、今日ちょっと怪しいところあったけど、大丈夫でしたか？いやなんとかね。明日まで仕上げてください。はい、明日で、あの、当日まで。引き立てる、引き立てるっていう感じで。そう、引き立て役ですよね。はい。ね、はい、ありがとうございます。じゃあ、チャンプに。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、別にあの定期的な大会で引き立ててもらわなくても大丈夫なんで、私はね。はい。ね、もう本当にエア優勝だけね、ちょっと本当回避してほしかったんで。そうですね、出番あってよかったですね。さすがにね、こんなガイルなったのと思ってさ。あー、そうですね。なんかやるんです、やるときはやるんですよ。やるときはやるんですね。じゃあ、大会、あの、大会の時はもう、かっこいいとこ見せてくれるんですよね、多分ね。そうですね。本番強いタイプなんで。じゃあ期待して、まあ、敵チームにならない限りは応援したいと思いますので。そうですね。はい、どうも、はい、ありがとうございました。あざす、あざす。はい、優勝チームには写真撮影があります。というわけで今日のランバト優勝はうねまおチームでした。以上です。はい、というわけで、本日の、大会はうねさんまおさんの、勝利ということでありがとうございました。ちょっとね、開幕、遅くなってしまって申し訳ございませんでしたが、総勢 28?28 ですね。強豪赤羽ってちょっともうよくわかんなくないそれ。あれですわ。いつもの倍ぐらいはいたんじゃないかな。さすがに、大型大会ないということで、ていうかね、そう、フットポープが強え。フットポープね、昨日のサードの大会も来てたんですよ。サードなんかエンジョイでなったっぽいけど X 強えなあの人。マジか。ちょっとワンチャン当日予選来たりするのかな。はい、というわけで次回のランバトは、今回がね、いわゆる本当は今週の土曜にやる予定だったんですけど、このランバト自体がかける後の前夜祭と一緒のタイミングになっちゃうので、それなら早めにやろうということで今日の開催となってました。次回は、11日、これはバーサスの方でやる方ですね。で第3土曜日、次回の大山での開催は変更なしということで、引き続き皆様よろしくお願いしますってところですね。というぐらいな感じでしょうか。大山も、さあ、うん、違う、X が今、8セット分回っております。というわけで、今10時半ですので、こんな感じですかね。ちなみに、僕も、かけること言います。ホンダそのものの人と、出ることになりましたので、何の意味か、頑張っていきたいと思います。そんな感じですかね。特段なければ、この野試合終了したら止めましょうかね。なんかあります？ちょっとぐらい野試合流しますか。ちょっとじゃあ本日の優勝ツイートだけしちゃうので、それこの間ぐらいは流しましょう。これ今うねさんとマイケルさんですね。
はい、もろもろ済ませてきました。さあ、そんなわけで、かける5に向けて皆さん、頑張ってるってことですかね。というわけで、切りも良いので、この組み合わせというか、この対戦、決まったら終了にしようかな。というわけで決まりました。はい、というわけで本日の X ランバとこれにて終了したいと思います。皆様、ありがとうございました。よろしくね。また次回もよろしくです。